さあ始まりましたカスタムチャンネルです。今日はですね、商品紹介の、動画になってます。今日紹介する商品はこちらです。じゃん、これですね、カエディアオートモーティブっていうね、カエディアっていうね、この会社さんが出してる、まあ、簡単に言えばスマホホルダーなんですけども、これがなんとただのスマホホルダーじゃない。本当僕もびっくりしたんで、ぜひ動画最後まで見てください。よろしくお願いします。この本体を開けますとですね、まあ、こういう、まあ、ちょっと一回これ外しましょうか。マウントですね、うん、車の中につけるマウント、これがですねついてます。でマウント、まあ、ガラスとかダッシュボードつけるパターンとこう挟むタイプね、これ 両パターン、めっちゃ簡単にピッてつけてね、2つどちらを選んでもいいです。で説明書と C ケーブルがあります。で、まあ、今回例えばじゃあこれにねつけるとして、つけ方簡単です。カチッて入れて、閉めるだけ、もうこれで終わりです、はい、もうあのなんかまあ直感的にできるので説明書とか見なくても使えます。ただこっから先は説明書を見るのが面倒くさい方、ぜひね僕の動画見てください、はい。でこう各部閉めていくとある程度形になりますので、まあ例えばこう置きたいとか、例えばまあ窓ガラスに吸着して使いたいんであれば、例えば、まあ、ここ緩めて、まあ、こんな感じですよね。でこうして、でまあこうして、でこれをこう回して、こんな感じに使うのもありと。でまあごちゃごちゃ言わずに何がすごいかっていうのをもう本当にね、あの皆さんお伝えしたいんですけど、まず一番最初にもう何も説明せずに見てもらった方がいいかもしれませんね。まず、車の、まあ、USB かなんかにこう入れて、でこの C ケーブルをここに挿します。要はその電源が入った状態にしますね。で大体皆さんイメージしてるようにここに置いただけでスマホが充電できるという、やつなんですけども、これが本当に最新式の、まあ、このカエディアさんの、まあ、すごくいい商品のいいところなんで、ちょっとこれ見てください。どうぞ。じゃあそれでは静かにして、このカエディアさんの、このオートモーティブの素晴らしい動きを見ていきましょう。まず、まあ、ちょっとここにね、USB の電源準備してるんで、これ挿したところからいきますね。まず挿すとどうなるかっていうと、挿します。挿しました。わかります？はい、こんな感じでウィーンって言って、なんていうかな、薄い緑色の真ん中とサイドに光がついて、このキャッチするところが広がります。そして、これ iPhone なんですけども、これを適当に置きます。すると燃えてきましたよ。もうホールドしてます。めっちゃ早いです。でこれを撮るときにはこの後ろにセンサーがついていて、人差し指でこの後ろのポッチを触るとこういうふうに撮れます。すごくないですかこれね、どういうことかっていうと、あの5つのセンサーがついてるんです。1個目は、まあ、適当に置いてもまあ、ギューってこうちゃんとホールドしてくれるっていうところ。あとそれとこれ、あの QI センサーって言って、 iPhone とかはこの QI センサーがあってね、何もあの非接触で充電できるんですよ。だからその一番いい QI センサーを充電できるポイントを探して、これあの高さとかも考えて、このカエディアさんのこの商品は高さも自動的に合わせてピタッとそこに止めてくれてるっていうね。そうそう。で解除するときもここね、このギザギザのギザギザというかポッチのところをピュッと触るだけでビューって自動的にまあしてくれるし、であとスマホじゃない変なものを置いても、それは異物をちゃんと検知してちゃんと反応しないようになってるっていうね、5つのこの、チェック機能が入ってるっていうカエディアさんオートモーティブ。もう一回いきますね。普通にもう早いです。置いたらもうこれでホールドしてますから。で充電してるときにはここ青く光ります。でこの QI センサーがない商品もありますよね、スマホで。そういう場合はこれ赤の点滅してます。そういう場合は充電できてないです。でも安心してください。
こういう使い方もできるかなと。例えば、QI センサーがないスマホ持ってる方は、これで普通にホールドして、別にここから、自分のね、いろんなケーブルを挿して、普通に充電すればいいじゃないですか。スマホホルダーとしては優秀なんで、いろんなところに置けるしね。で、解除するときは、ボタンを押したらこれで解除される。すごい。ほんまにこの、聞こえるかな？なんかね、ガンダムのコックピットにいるような、ウィーンみたいな、聞こえるんです。もう一回言いますね。解除したらもうね、何回でもしたくなるんですよ。はい、まあ、でもちろん充電もしてるということで、刺さなくていい。もう刺すことによって、そこのなんていうか端子みたいなとこも劣化して、そのうちなんか認識悪くなって充電すらいかなくなって、普段になんか支障出たりとかもするじゃないですか。だからこういう、まあ言うたらケーブルを刺さずに普通に置いとくだけで充電できるやつを対応してる方が、今検知しましたね、僕もね。これ違うスマホなんですけど、高さとかも大きさも変わりますからね。置いたら、ほら。今のはどういうことかっていうと、これは QI センサーがないんですよ。だから、点滅してるんです。今いっぱい動いたでしょ。何台いっぱい動いたかって言ったら、QI センサーがないけど、QI センサーどこかなーって今機械が探してくれてたんですよ。でもちゃんとホールドをしてくれてるんで、スマホホルダーとしては使えるんです。別にここから違うケーブルを挿して、ね、USB のケーブルは2つ使うことになりますけど、全然使える。ね、これからポッと置けばホールドする。ピッと押せばピッととか、もう見なくてもね、取れて、見なくてもセットできるっていうメリットがあるんで、QI センサーがないとああいう動きになります。解除。で、色はこういうのに戻ります。これ QI センサーがないスマホ。でも一回覚えたらすぐなんですね。ホールドは。解除。おっと。すごい。ということで、実際に車に装着してるところとかもお見せしたい。電源入れます。一個いいのが、ここが光ってるんで、暗くてもどこにそのホルダーがあるかが分かりやすいですね。あとそれと、これいいなと思ったのが、こういう風にですね、スマホをこういう風にこう変えれる。例えばちょっとこっち向かしたいとか、あっち向かしたいとかできる。それすごくいいですね。はい。走ってても全然スマホホルダー全く揺れないですね。ホールドも。いい感じでホールドしてくれてます。変えれる。こういう風に変えれる。めっちゃ便利です。はい。今、普通にホールドしてるんですけど、これでエンジンを切ります。常時録画を開始します。じゃあこの時にホールドしたままやからどうすんのって話になるじゃないですか。これね、ちゃんとね、後ろ押したらわかります？こうやって取れるようになってるんですよ。だから電源がなくても最後ホールドを外せるんですね。優れもの。すごいだろ。すごい。はい、ということで、スマホホルダーですね。安いのはいろいろあると思うんですけども、これはちょっと本当すごいですね。びっくりしました。ニュイーン、ニュイーンみたいな感じでね。はい。で、このカエディアさんのシリーズ、あとまだ何個か商品紹介の、準備がありますんで、ちょっとそちらの方もこれ期待してください。ただのスマホホルダーかなと思ったらもう全然違うっていうね。ぜひ、次回もお楽しみに。カースさんチャンネル概要欄貼ってきますんで、詳しくは見てください。